皆さんこんにちは、フォトグラファーの上田浩二です。今からですね、 Z7、Z6 で思い通りに撮るための、機能活用編っていうのをね、ご紹介したいと思います。主に Z7、Z6 なんですが、これ機能によってはですね、 Z50 とかでもね、応用が効きます。あとは一眼レフをお持ちの方でもですね、一部の機能は使えたりしますので、ぜひね、見ていただきたいと思います。はい。で、今回で Z7、Z6 がメインなんですが、実はですね、ニコンのカメラはものすごくよくできてます。これ何がよくできてるかというと、作りもそうなんですが、操作系ですね。で、速写性を求めるときに何が必要かっていうとですね、やっぱりファンクションボタンっていうのを活かしていくことなんですね。というのも、撮影中にこの機能を使いたいって言った時に、いちいちですね、メニューからまた何かにアクセスしてたら、もう被写体見つけてもなかなかね、機能を呼び出せないじゃないですか。でも、こちらのファンクション1番、ファンクション2番っていうのがね、ちょうどこのグリップのそばにあるんですけど、ここはですね、撮影しながらでも押せるっていうね、一番いい場所に機能を、ね、割り振ってるんですね。なのでこのファンクション1番、ファンクション2番っていうのを今からね、うまく使う方法っていうのをね、ご紹介していきます。その他にもですね、実は AF オンボタンだったり OK ボタンだったり、サブセレクター中央ボタンだったりっていうのにも機能は割り当てることができるので、本当にカスタマイズが自由なのが、ニコンのカメラだと思ってください。これは Z シリーズに限らず、 D シリーズ D850 だったり780だったりですね、750とかね、ちょっと古いカメラでも全然同じように使えたりしますので、ぜひ、ね、お持ちのカメラチェックしてみてくださいね。はい。では、まず Z シリーズはどこからカスタム機能を割り当てていくかっていうと、鉛筆マーク操作っていうところですね。そこのカスタムボタンの機能 F2 番っていうところから、皆さんのカメラのボタンのカスタマイズっていうのを行っていきます。はい。で、その F の2番っていうのに入っていただくと、これがね、割り当てれる機能の一覧ですね。はい。で、まずボタンを選ぶんですけど、ボタンを選ぶと親切にこのボタンですよって教えてくれます。はい。なのでファンクション1番はこちらのボタンですよと、で、ここにはどんな機能を割り当てますっていうのが一目で分かるんですね。なので瞬時にもう変えれます。なのでものすごく便利なんですね。じゃあこのボタンにですね、どんなことが割り当てれるかっていうのはですね、今からお見せしていきますが、はい、他ね、結構いろんな機能を割り当てるんですね。で、シーンに応じて、割り当てを行ってます。例えばですね、こちら操作の F2 番ですね、今だと僕はですね、拡大機能っていうのをね、割り当ててます。はい。これはどういう機能かと言いますと、こうね、被写体を見つけてこちらのファンクション1ボタンを押し込むと、ピント合わせる予定のフォーカスエリア内を拡大してくれます。等倍にボンと 100%。 そうすることで厳密にピントを見たりってことがね、できたりします。その他にもですね、望遠レンズ使って撮影するときはこちらの再生ボタンとして使うっていうね、使い方もしてます。これ多くの方はね、結構疑問に最初思うんですが、そもそも再生ボタンって左上にあるじゃないって言うんですが、実はね、望遠レンズとか持ってるとちょっと再生したいなと思った時に一回下ろさないとここ押せないんですね。でもファンクション1とかファンクション2に割り当てておくと、望遠レンズ持ったまま一つ、ね、中指で再生できたりするんですね。そうすると片手で再生したり、その後 OK ボタンを押すとピント位置拡大したりっていうワークフローが生まれるんですね。ものすごく便利なんです。ちょっとやってみましょうか。ここで再生ボタンを割り当てて、ファンクションボタンをまず押します。はい、押しました。で、これね、カンボジアで撮った写真ですが、ここで OK ボタンを押すと今度ピント合わせたところが一発で拡大されます。で、これでピントがあったなと思ったら、また次の写真に行ってまたこう押し込んで、あ、ちょっとブレてるなとかですねっていうのを、こういうふうにね、拡大でして確認がね、できるようになるんですね。なのでここに再生ボタンを割り当てるっていうのはすごくね、ありだと思います。僕はストリートスナップでそんなに望遠はつけないですけど、ストリートスナップ中でもちょっと今の見たいなと思った時に押せるようにね、カスタマイズしてたりね、します。はい。で、その他にですね、便利な、カスタマイズの設定っていくつかあるんですが、その中でも皆さんに必ずやっといて損はないっていう設定がですね、ちょっとね、
面白い機能で露出補正簡易設定っていうのがあります。これはファンクションボタンとかとは関係なくて、実はですね、ニコンのカメラっていうのは基本的に安全重視というかですね、僕の印象ですけど、要は何か押しながら回したりしないと設定が変わらないんですね。要は不意に変わることを避けるために何かを押して回すんです。でその時にこの露出補正って皆さんすごい使うじゃないですか。 A モード、S モード、P モード使う方は基本的に露出補正で使うわけですよね。あ、ちょっと暗いな、明るいなっていうのをちょっとカメラに明るくして暗くしてって伝える機能ですよね。で、こちらにシャッターボタンのすぐ横にプラスマイナスの、ボタンがあります。これが露出補正ボタンですね。で、これを押しながら、ね、ダイヤルを回すんですが、これだと何が起こってしまうかというと、シャッターボタンから一回指を離す必要があるので、もしかしたらですよ、もうほぼないかもしれないんですけど、その瞬間にいいタイミングが来た時にシャッターボタンを押せない可能性っていうのが存在するんですね。それを防ぐのためにはですね、要はもうダイレクトに露出が変わった方が楽なので、これはね、実は露出補正簡易設定っていうのを入れると、デフォルトのまんまだと A モードの場合は後ろのダイヤルを回すと露出補正がもうダイレクトにできますし、P モードと S モードの時は前のダイヤルを回すことで露出補正が働くようになります。はい、それによってもこのボタンを押さなくてもいいので、とってもね、便利なわけですね。で、特にこの Z シリーズはミラーレスなので、もう見た目の明るさでいいわけですね。なのでもうダイヤル回しながら、あ、この明るさ素敵と思ったら写真を撮ってもらえればいいんですね。なのでこれはね、絶対にやっといてもらいたいのが露出補正簡易設定です。ちなみにこの露出補正簡易設定はもう D7500 よりも上の機種には全て搭載されている機能でもあるので、ぜひね、一眼レフをお持ちの方でもトライできますので、やってみてください。はい、であとはですね、結構ね、今のカメラって AF の点数が多すぎるですね。要は選ぶときに結構時間がかかってしまうので、僕はですね、実は、例えば Z6 だと273点だったかな、はい、そんなにポイントがあるんですけど、そこから選ぶのって結構大変なんですよね。で、例えば背面液晶を見ながらタッチで撮る場合だったら別に多くても問題はないですが、で EVF 覗きながらサブセレクター使うとかってなると結構移動距離がね、あったりするので、移動時間に時間がかかってしまうんです。そういったのを短縮するために2分の1スキップっていうのを、ね、用意してくれてます。まあ、2分の1スキップってことはもう簡単に言えば半分の時間で移動ができるってことになりますので、これを使うとめちゃくちゃ AF のポイントの移動が速くなるんですね。さらにね、もう1個組み合わせるといいのが、フォーカスポイント循環選択っていうのがあります。こちらを合わせていただくと、例えばですね、循環選択というのは通常 AF のポイントを動かしていくと左まで行くと左で止まっちゃうんですが、循環選択を入れると左のにぶち当たると次1回右からポンと出てくるっていう機能ですね。ちょっとね、それお見せしますね。ちょっと見ててくださいね。はい、でちょっと入れてみます。はい、そしたらですね、オートフォーカス、これですね、循環選択もう僕はすでに入れてますね。はい、オンになってます。はい、そしてただですね、オートエリア AF ではこの機能意味ないので、こちらですね、なので1点とかシングルとかね、ワイド S とかにしていただくといいです。はい、じゃあちょっとこれで見てくださいね。左まで行くと次右から出てきましたよね。はい、これが循環選択、上行ったら当たると下から出てくるんです。要は最も近い場所からアプローチができるんですよ、ピント位置にね。これがね、循環選択です。で、さらにこれも AF のポイントの数を半分に減らしていただければ、精度が落ちるわけではないです。選べるところが減るだけなので、スピードアップにね、つながるわけですね。はい、こういったようなね、機能があったりします。はい、そして今度はですね、マイメニューの話をちょっとご紹介しようかなと思います。で、マイメニューは皆さんが撮影に行かれる前に、設定をね、しといてほしいんですね。はい、マイメニューっていうのはメニューの中で言うと一番左下にある機能で、別に珍しい機能ではないです。で、ここに今日使うだろうなっていうメニューをもう釣りの仕掛けみたいにもう最初に作っとくんですね、バーッと。そうするといろんなメニューに行くことなく自分の必要なものだけを切り替えたりっていうことができるようになります。はい、で、ここまでは普通の機能ですよね、どのカメラにも今あります。ただニコンのすごいところはここからなんですね。はい、実は裏技と僕は呼んでるんですが、
実はファンクションボタンから呼び出せる機能っていうのは限界があるんですね。でもファンクションボタンとかプレビュー、ファンクションボタンとかファンクション2番ボタンからですね、呼び出せないメニューをどうしてもね、このボタンに割り当てたいんだっていう方はできなくはないんですね、実は。なので、実はですね、マイメニューのトップ項目へジャンプっていう機能をファンクション1ボタンに割り当てます。はい。そうすると、マイメニューで登録している一番上、例えばこれで言うと、まあ、ちょっと意味ないですけど、ブラケットの自動連射っていうのが割り当ててあったら、これを一気に呼び出すことができるんですね。ちょっとね、これやってみますね、僕の方で。はい。じゃあまず最初に、マイメニュー。ね、僕はこう今フラッシュ調光補正っていうのが入ってます。じゃあこれで OK ですね。はい。そして今度はですね、操作からカスタムボタンの機能ファンクション1番をマイメニュートップ項目へジャンプってやります。はい。そうすると僕はですね、このファンクションボタンを押すと一発でフラッシュ調光補正を呼び出すことができるんです。これは実はD7500 より上の機種は全部この機能、マイメニュートップ項目へジャンプっていう機能を積んでますので、本当に割り当てれない機能をマイメニューの一番上に登録しておけば、ボタン1個で割り当てね、呼び出すことができるので、これはね、ぜひね、活用してもらいたい。まあ、いわゆるニコンの裏技なわけですね。なので、ぜひね、こちら覚えておいていただきたいと思います。といったわけでですね、まあ、ニコン、もっともっとね、話し合えることはありますけれども、本当にカスタマイズすることで、皆さんの撮影のね、スタイルだったり、スピードっていうのは圧倒的に上がっていきますので、ぜひね、試してみていただきたいと思います。